すでにホログラードの兵士が町をうろついているな。末端の兵ならば我が輩たちを知っているとは思う。まずは町の状況を探りましょう。プラシ、それなら宿屋の女将に聞いてみるか。後をつけられた様子は。ありがとう。なーに、困った時はお互い様って言っただろ。それで、プラ、町に被害が出ないようにってこう、今はご無事なことを祈るしかないよ。どこに囚われているんだ。そうか。まずは目立たないように情報を集めるしかないわね。ホログラードの指揮か。お主、この町の者か。見たこと。うん、昨日まで病で伏せっていてね。ようやく動けるようになった。
ほう、あんたは。俺の名はロンズデイル。将軍？酒場では無意味な肩書きだ。ここでは俺もただの客にちょうどよい。ああ。お主、仕事は船乗り。おお。ならば随分と。俺も若い頃は友人と共に腕を磨くためか己の力を過信しかなり無茶もした。死にそうな目にもあった。それがなぜホログラードの軍人に？一言で言えば忠義だな。俺はホログラードの先代の父王に世話になった。その恩に報いるためだ。自己満足に過ぎぬとは分かっている。しかし俺はそういう生き方しかできぬのだ。生き方か。我ながら不器用な男だとは思っているがな、くれぐれも騒動を起こしてくれるなよ。無用な殺生は避けたいからな。それとこの町の住人などと見えすいた嘘はつかぬこと。あ、では失礼する。ロンズデイルか。みんな戻ってきたな。以前城の事情をしていた者から聞きました。プラシド王が王宮の地下牢に連れて行かれるのを見たそうです。地下牢か。こっちは残念ながら目新しい情報はなしだ。そっちは？ホログラード軍の指揮官が分かったわ。アダマス軍王の信任が厚く。あいつか。ん？知っているのか？いや、聞き込みをしている時に。ロンズデイルに会ったの？気づかれな。向こうは何も言わなかったかな。すまない。となると急いだ方が良さそうだな。すぐにプラシド王救出の準備を始めよう。処刑の日取りは決まったのか？相変わらずですな、プラシド。民を守るためだ。世の命など惜しくはない。プラシド王、お聞きください。この国がホログラードの属国となった際、あなたを総督に任ずるよう私は進言するつもりです。
何だと？この地のことを一番知っているのはあなたであり、民からの忠誠度も高い。それが最も良い方策だとは思いませぬか、プラシド王よ。ロンズデイル殿、お主。ロンズデイル将軍。どうした？アダマス軍王陛下からの命令書です。バカな、プラシド王を処刑しろだと？どういうことだ？軍王陛下は俺に全て絶対しかし軍王陛下の命令は絶対の。もうよい、お前は下がれ。右爪の入れ知恵か、余計な真似をしおって。ロンズデイル殿、お主はお主の使命を全うするがよい。戦は勝てばよいというものではありませんが、その後どうするかが重要なのです。だがここでお主が謀反を起こしてどうなる。そんなことをすればここが再び戦場となる。民が死ぬ。民を守るためだ。世の命など惜しくはない。大変だ。
よ。さっき王様を処刑。急ぎましょう。王様を助けに行くのかい？そういうことなら私たちも協力しないとね。相手は兵士です。命の保証はできません。あんたたちが忍び込むための隙を作ればいいんだろ。若いもんに喧嘩させればすぐに兵士が飛んでくるよ。となるとあとは王宮を守っている兵士だな。それなら俺に考えがある。グローリアを助けるときに使った先行石を使えないか。ならばスローンから作り方を教わって。よし、まずはその材料の先行石は作れたのかい？
そっちはどうだ？こっちも腕っぷしのいい連中に感謝いたし、ちょっとだけ時間があるからそれまで休んでいきな。その代わりきっちり王様を助け出しておくれよ。ああ、もちろんだ。そろそろ変化だ、変化だ、始まった。兵士たちもよかったわ。行きます。太陽の輝きを。なんだ、何が起こった。行きましょう。このような場所に。話は後です。下がってください。助けに参りました、プラシド陛下。お気持ち。なぜです。世がホログラードとことを構えれば戦となり、民に犠牲を強いることになる。将軍ロンズデイルは道理をわきまえた男だ。彼ならば我が民が苦しむことはあるまい。ロンズデイル将軍はそうかもしれません。しかし彼のホログラードに攻め込まれているのはこの国だけではありません。ホログラードの属国となったハルシオニアが他国への侵略の先兵となる、その可能性もあるのです。この大陸全ての民のためにも、陛下には生きていていただきたいのです。世の命まだ使うべきと。はい、陛下。わかった、世の命、グローリア王。そうと決まったらさっさと逃げ出すわよ。
んだ簡単だな。行くか。受けてみろ。本気出しちゃおうかしら。こいつはつい参ります。覚悟なさい。どうするか。こいつは引くぞ。さてこいつでどうだ。大したことありません。十分行くわよ。受けてみなさい。それでは行きます。受けてみろ。どんどん行こう。やりました。力の差を知りなさい。私の番です。はぁ、やる気十分。行くわよ。おとなしくなさい。我が輩の番だな。こいつは引くぞ。覚悟なさい。俺の番だ。これで決める。本気出しちゃおうかしら。はぁ、こいつでどうだ。よし、やるか。使うか。やる気十分。行くわよ。こうやって参ります。使ってください。どうするか。これを使え。こいつを使え。本気出しちゃおうか。私の番です。これで決める。クリスタルの輝きとともに。参ります。行きます。やる気十分。行くわよ。こいつはすごいね。さてこれで決める。よし、やるか。こいつは引くぞ。容赦しません。まだまだ。出しちゃおうかしら。おとなしくなさい。行くか。まいります。行きます。さあ、いくぞ。くらいをあげんとな。騒動を起こすなと言って。
ロンズデイル。ここまで騒ぎになっては見逃せぬな。プラシド王を助けたければこの俺を倒すことだ。なぜそこまでしてアダマス軍王に従うのです？俺が従うのは先代の父王のみだ。父王はご崩御される際。ならばあなたの役目はプラシド王の処刑ではないはず。国元へと戻り、アダマスの所業を…国を失った王女がよく言う。それほどの大言を吐くのであれば行動で示してもらおう。我を倒し己が信念を見せてみよ。力の差を知りなさい。お前の力見せてみろ。本気出しちゃおうかしら。こうやってっと。どうするか。これはどうか。俺の番だ。行くぞ。参ります。行きます。やる気十分。行くわよ。こいつは作りね。私の番です。容赦しません。ふっ、その程度の力で俺の膝を地に作ることができぬようで、所詮は力なき者の。このままではお前たちは。さて、覚悟しろ。やるではない。プラシド王を救うのであろう。ならばその力をここに。さあ行くぞ。本気出しちゃおうかしら。さて行きます。どうぞ。こいつでどうだ。見事勝負あったな。俺の乾杯だ。見事。お前たちの力、お前たちであれば軍王陛下をおいさめ。あんたまさか最初から。買いかぶるな。国名に立てつくことは今の俺にはできぬ。ロンズデイル、アダマス軍王陛下はおつだが、俺をた、無理をするな。これしきどうと。それより言わね。我が軍は春下だし、これが投降する状。わかった。そのように兵には伝え。グローリア王女、助けていただいたこと、その例として我が国は風のクリスタル奪還の許。こちらこそ感謝いたします。してグローリア王女はこれからいかが。ハルシオニアと同じ、向かってみないと分かりませんが。ですからこのまま。そうか。ではその間に我が国は兵を派遣する準備。それまで手伝うことが何もできぬの。いえ、
そのお気持ちだけでも十分です。陛下は心遣い感謝する。ではホログラードへと向かうときは。
鳴り響け、太陽よ、次鳴り響け。どうする。根源の力、最高よ、天へ行かれ、鳴り響け、最高よ、天へ行かれ、鳴り響け。私の番です。炎よ、本気出しちゃおうかしら。炎よ、さて魔力の息吹よ。まだ来るぞ。私の番です。完璧です。雷光よ、水なく魔力、雷光よ、破壊の力、水なく魔力、やりました、破壊の力となれ。やる気十分、行くわよ。根源の力、渦巻く魔力、根源の力、雷光よ、鳴り響け。おっと、行くか。魔力よ、余裕だな。眼前の敵を撃て。よし、やるか。魔力がみなぎる。当然か。炎、どうするか。排除させてもらおう。参ります。燃えよ、燃えよ、気をつけろよ。私の番です。いでよ、本気出しちゃおうかしら。邪魔よ、どけ。さて、これも食らえ。学者だと侮ったが、新たな力だ。これは新しい力。おお、私の番です。倒れなさい。我が輩の番だな。燃えよ、本気出しちゃおうかしら。邪魔よ、どいて。さて、ここも食らえ。まだです。よし、やるか。魔力がみなぎる。燃えよ。俺の番だ。悪いな。冷戦くん、いでよ。燃えよ。やる気十分。次は誰かしら。行くわよ。冷静に行きましょう。解き放て。魔力よ。どうせや、大したもんだ。実力のうちだ。ここまでです。さて、よし、
加減にして。もういい。どうするか。我ら。これまだ一度。いや、大したもんだ。新たな力だ。次は何ができるのかしら。俺の番だ。これも食らえ。もういい。やる気十分。次は誰か。行くわよ。よし、まだ行くぞ。少しは休ませよ。炎よ、眼前の敵を撃て。本気出しちゃおう。皆さんとなら負けません。
渦巻き魔力雷光よ何を響け。さて、いでよ。俺たちの勝利だ。一歩進んだな。済ませてほしい。安全の敵を撃て。本気出しちゃう。誰だ。いくらでも来い。炎やる気十分。やった行くわよ。俺たちの勝利だ。いい感じだ。力の差を知りなさい。我が輩の番だ。順調順調。温泉くん、どうするか。バレな。本気出しちゃえ。余裕でしたね。一歩進んだ。俺の番だ。魔力よ。やる気十分。行くわよ。炎よ。どうするか。排除させてもらおう。気をつけろよ。本気出しちゃおう。おいや、魔力よ。我が輩の番だな。我が手に集え。燃えよ。冷静に行きましょう。これも食らえ。さて、いでよ。やる気十分。燃えよ。行くわよ。温泉くん、燃えよ。行くか。魔力よ。魔力の息吹。見てるだけでも余裕かな。一歩進む。私の番です。燃えよ。どうするか。魔力よ。どうする。我が手に集え。まだ来るぞ。炎よ。やる気十分。行くわよ。解き放て。炎よ。気をつけてください。参ります。倒れなさい。行くか。本気出しちゃおうかしら。邪魔を解いた。私たちいい感じよね。
渦巻く魔力、雷光よ、破壊の力、人間の力、渦巻く魔力、やりました、破壊の力となれ、やるか、行くわよ、燃えよ、うん、魔力がみなぎる、気をつけろよ、我が輩の番だな、我が手に集え、行くか、これを食らえ、本気出しちゃおうかしら、おい、魔力よ、こんなものかしら、俺の番だ、燃えよ、私の番です、燃えよ、本気出しちゃおうかしら、パワーよ、まだ来るぞ、やる気十分、行くわよ、燃えよ、さて、後ろを取られました。
した。炎よ、気を抜くな。炎。さて。燃えよ。いくらでも来い。でも食らえ。次だ。参ります。倒れなさい。いや、大したもんだ。一歩進んだら学びの機会。楽勝だな。魔力よ。次だ。それでは、いでよ。温泉くん、俺の番だ。これでも食らえるぞ。私の番です。私は休ませてほしいんだ。さて、眼前の敵を撃て。さて、いでよ。まだ来るぞ。燃えよ。本気出しちゃおうかしら。解き放て。もう汗だくよ。楽勝だな。俺の番だ。魔力よ。次だ。参ります。魔力の息吹よ。いくらでも来い。さて、眼前の敵を撃て。燃えよ。当然か。本気出しちゃおうかしら。燃えよ。あら、聞いてる。魔力の息吹よ。まだ来るぞ。やる気十分。行くわよ。大いなる魔力よ。炎。こんなものかしら。みんな、気をつけろ。俺の番だ。燃えよ。いい感じだ。参ります。魔力の息吹よ。気を抜くな。それでは、いでよ。どうする。炎よ。少しは休ませてほしいんだ。聞いてるぞ。さて、炎よ。まだまだいける。今のうちです。眼前の敵を撃て。よし、やるか。炎よ。まだ来るぞ。それでは。
しちゃおうかしら。大いなる魔力よ、いくらでも来い。さて、いでよ。我が手に集え。気をつけてください。魔力の息吹よ。魔力よ。もう汗だくよ。また強くなったわ。楽勝だな。参ります。いでよ。弱点です。やる気十分。行くわよ。これも食らえ。まだです。行くか。眼前の敵を撃て。我が手に集え。本気出しちゃおうか。とっ放せ。冷静に行きましょう。さて、炎よ。やる気十分。もう行くわよ。魔力よ、どんどん行こう。おお、これはこれは。さて、魔力の息吹よ。我が輩の番だな。我が手に集え。眼前の敵を撃て。まだ来るぞ。燃えよ。うん、排除させてもらおう。参ります。やりました。私たちいい感じよね。強くなったか。楽勝だな。私の番です。倒れなさい。ここまでです。どうするか。魔力よ。気をつけてください。行くか。炎よ。俺の番だ。これでも食らえ。本気出しちゃおうかしら。解き放て。こう熱くてはかなわんな。一歩進んだな。一歩前進です。おお、この力は。よっしゃ。片付けちゃいましょ。どうするか。おいよ。俺の番だ。これも食らえ。いくらでも来い。眼前の敵を撃て。やる気十分。行くわよ。大いなる魔力よ。どうせか。行くか。本気出しちゃおうかしら。どこ放て。少しは休ませてほしいんだ。いでよ。
我が輩の番だな。排除させてもらおう。クリスタルの輝きと共に。大したことなさそうだ。炎。それでは、いでよ。気をつけろよ。よし、やるか。我が手に集え。やる気十分。行くわよ。邪魔をどいて。これも食らえ。まだ言うの。燃えよ。我が輩の番だな。ああ、やっと。私たちいい感じよね。一歩前進です。おお。取ったぞ。ヘイカーズ。渦巻く魔力。今夜の力。渦巻く魔力。今夜の力。来年行かれ。まだまだ。根源の力。来光へ。根源の力。来光へ。ここまで響け。俺の番だ。炎。我が手に集え。さて、眼前の敵を撃て。温泉か。よし、排除させてもらおう。俺の番だ。次だ。本気出しちゃおうかしら。オーナル魔力よ。まだまだいける。
魔力の息吹よ。気を抜くな。なんと本気出しちゃおうかしら。根源の力雷光よ。水巻魔力根源の力魔力の力雷光よ。燃えよ。どうするか。よし当然か。さて聞いてるぞ。我が輩の番だ。うれよっと。さあ進みましょう。出しちゃおうかしら。やった。渦巻く魔力、雷光よ。破壊の力、渦巻く魔力、破壊の力となる。鳴り雷光よ、鳴り響け。俺の番だ。炎。どうする。燃えよ。気を抜くな。魔力よ。私の番です。それでは倒れなさい。行くか。我が学者だと侮ったか。先手を取ったぞ。俺の番だ。これも食らえ。魔力はみなぎる。温泉くん本気出しちゃおうかしら。炎よ参ります。いでよ。まだいるのね。我が手に集え。楽勝だったな。行くか。炎。よし、やるか。排除させてもらおう。やる気十分。行くわよ。燃えよ。温泉くん俺の番だ。これでも食らえるぞ。燃えよ。もう汗かくよ。いい感じだ。これは
静かすぎる。それに連絡では不死族の魔物手分けして町の人を探そっちはどうだったって そちらはどうでした？ダメだ、誰も。こちらもです。店の中にも人がいます。その様子だとそっちも同じか。研究所も見てきたが、やはり誰もいない。まったく、ロディもリリーもどこに。あと探してないのは。ん？何か。一体何があった？ビジヌだ。奴が。ビジヌ？あのビジヌ。ほら、話は後。まずは彼を。ああ。ありがとう。助かったよ。それで、一体何が起こったのだ？ああ、我らの師匠に倒されたビジヌが。何だと？あれは、ボイスリングでお前と話していた直後のことだ。そう、確かに。だがしかし、私はすでに遥か太古に失われた自らをハイアンデッドとす。ハイアンデッド、不死族の。そしてホログラードにつき魔人のアスタリスクを手に入れ。無駄話はここまで。私の復讐のため、エマが残したこの町の住人を私の偉大なる術の材料とさ。どういうこと？知っての通り、太古の魔法の産物である不死族は。しかし、この私は生きた人間を。不死、まさか貴様。勘が良くて助かります。この町の住人、エマの弟子であるあなたには、術が成功する様子を。そうですね、あの塔の上など。やめろ、ビジル。では早速術の術。捕らえた町の連中を来る途中で見つけた朽ちた研究。町の人々やリリーは。諦めるのは早いぞ、ロディ。ビジヌは準備を行うと言っていたのだろう。つまりその前にビジヌを倒してしまえばよいことだ。そうだな、
お前の言う通りだ。ここで諦めてどうする。だけど相手は不死身なんでしょ。それについては私に心当たりがある。だがそのためにはトネリコの枝が必要だ。トネリコの枝か。どっかで最近見た記憶が。本当か。ああ、リリーがアモナだと思っていた木の人形、あれにトネリコの枝が。あの人形ね。早速行きました。すまない。その間に。これでいいか。これなら大。我が輩も手伝おう。ロディ。大丈夫だ。魔力をしばらく休めば回復する。そうか。ならばビジヌの方は我が輩たちに任せろ。すまない。
それでこの枝をどうすればいいんだ。君たちは不死族がどういうものか死してなお動くもの、死を超えた存在、そう聞いています。それが一般的な解釈だ。だが人はいつか死ぬ。つまり、しかし死者たる不死族は逆とは言っても生き返るというわけではない。いくら倒そうとも復活してしまうのはこのためだ。したがって不死族の活動を停止させるには。なるほど。ああ、回復力や成長力が高いトネリコの木は魔力を込めたのはその生命力の伝導率を。あとはビジヌを倒した後にこの枝を打ち込む。もっともこれは師匠の残した書物の受け売りだ。成功するかどうか。我が輩たちの師匠だぞ。成功するに決まっておろうが。そうだな。町の人たちを、リリーを助けてくれ。ああ、任せてくれ。
が実験の地に立ち入りし者よ。町の人たちを返してもらおうか。ほう、ウィズワイルドの者か。だが町の人を助けたければ早くしないと。急ごう。面白い。途中で不死族に殺されるもよし、間に合わずぜっ、そう思っていましたが、私の実験の余興として十分。余興だと？ええ、戯れはこれで終わりです。あなた方も残念だが、そうはならぬよ。お前を倒し、ウィズワルドを故郷とする者として、そしてエマの弟子だと。師匠だけに飽き足らず、不死族の王は師匠に勝てないから人を捨て、そんな奴に我が輩が。さあかかってきたまえ。私こそ最強最高の魔法使いなのです。どうするか。行くぞ。やる気十分。行くわよ。受けてください。さあ行くぞ。それでは、はあ、さてこれで決める。大した。本当出しちゃおうかしら。どうです、私の魔法の不死族の王ハイアンデッドとなり、最強最高の今であろうが、その弟子だろうが、こいつは来たぞ。さて、やる気十分。こいつ行くわよ。行くぞ。順調順調。ほう、やりますね。この私と互角にやり合うとは。だがその程度の力、万が一に倒すことができたとしても、私は不死、不死身なのです。本気出しちゃおうかしら。おとなしくなさい。我が輩の番だな。これで決める。参ります。覚悟なさい。残念でしたね。私は不死、不死身だと言った。できないと思うか。当然です。と思うよな。ところ、何を。私の体が。お前が見下した師匠の書物に書いてあった不死族の倒し方だよ。おお、どうやら聞いているようじゃないか。さすがは我が輩の師匠だ。バカな、そんなこと認めません。こんなとき。お前の負けだ、ビジヌ。
ありがとう、皆さん。そして、エルヴィスもな。本当にありがとうございます。気にするな、ロディ。ここは、我が輩の故郷だ。それで、グロ…風のクリスタルを取り戻すため、ほ…では、私たち、こたびの事件の黒幕は、ホログラーだ。それに、あなたには一度ならず、その恩返しをさせてください。ロディさん。共に参りましょう。ホログラードへ。感謝。まずは、プラシド王の待つ。ご無沙汰しております。プラシド陛下。代表就任以来ですかな、ロディ殿。このような場で改めてお会いすることになろう。すでにサバロンのポ…お約束通り、お手伝いに参りました。ポール王子。我らは皆、ホログラードからの侵略を受けた。グローリア王子らに尽力いただかなければ、とうに国は失せていただろう。こたびの侵略は、3年前に起きたミューザイの襲撃から始まっています。あの日、我が国を襲った者たちは、クリスタルも奪っていきました。皆さんはおそらくクリスタルを、火、水、風、土の力を宿した神器と考えているでしょう。それは間違いではありません。しかしクリスタルの真の役目は別にあります。最悪を封じるための鍵という役目が。遥か昔、我が国の王と三人の戦士が闇の瞳と呼ばれる最悪と戦いました。闇の瞳がどのようなものなのか、それは分かりません。しかしそれが引き起こした天変地異により、世界は死に瀕したとも言われています。激しい戦いの末、4人の戦士は神々より授かった4つのクリスタルにより闇の瞳を封じたのです。ですが闇の瞳の力は強大で、クリスタルの力をもってしても完璧ではありませんでした。クリスタルの力は日々失われてゆき、200年ごとにクリスタルへと力を注ぐ必要がありました。以来、我が国はクリスタルによる封印を守るため、その役目を担ってきたのです。だがクリスタルは奪われた。それはつまり封印が解かれてしまうということか。幸いなことに、取り戻した3つのクリスタルにはまだ力が残っていました。今ならばまだ封印がすぐに解かれてしまうことはないでしょう。しかしこのままでは、いずれ闇の瞳が蘇るのは間違いありません。今こそ皆さんの力をお貸しください。世界を救うために、皆さんの勇気を一つに。長年の友好国として、ハルシオニアは全面的に協力しよう。サバロンももちろんお手伝いします。我が国を救ってくれたこと、そして兄の起こしたことに対する償いもありますから。どうやら光の四戦士の一人は弟弟子らしい。ならば兄弟子として手助けしない理由はない。我が国を襲撃したホログラードとも白黒決着つけねばならぬしな。ではグローリア王女の準備が整い次第、我ら三国はホログラードへ向けて出陣しよう。我らが道を切り開く。光の戦士のために。光の戦士のために。光の戦士のために。ああ。